連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいかん。この家紋を見て育ってきたのだがな。一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。叔父上、お達者でしょうか。ユリが母上のために植えた花だ。幾とせも世話をしてくれていたの。もうこの次は本土の武士、追われる身となろうとはな。
あなたの息子になることをずっと夢に見ていた。ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。最後まで忠義を尽くしてくれたな。甘い匂いがするが、太刀にも勝る武器だ。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や坂井家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。追ってくるのかな。叔父上ではなく本土の者が来るだろう。あんたが生きててよかったよ。藩を殺して蒙古軍には長がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろうな。雅子殿はどこだ。一族の仇を追ってる。手を貸すって言ったら軽く言いなされたよ。お一人では危ういな。探してみよう。ノリオと話したか。まだ人手が足りないって言ってた。お主とは大綱での用を済まさねばならんな。そうさ、忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。よかった。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。いつの間に作ったのだろうな。ユナには借りができた。返せぬほど大きな借りが。鍵縄ができるまで策も繰り返したようだ。俺を思ってのことであろうが、さすがの腕だ。